日本政府の皆さん、お願いがあります。今、世界の教育問題はとても深刻です。教育は子どもたちと彼ら、彼女らを取り巻く環境をより豊かにします。しかしながら、新型コロナウイルスは教育危機を引き起こし、子どもたちの明るい未来を危険にさらしています。すべての子どもたちが学校に通い、平等に学ぶことができる世界を私たちは作れると信じています。私たち全員が一丸となって教育問題に変革を起こすことが今、かつてないほど求められています。そして何よりも、東京オリンピック・パラリンピックのホスト国として、世界の注目はより一層日本に集まっています。教育への投資が世界中の子どもたちの生活をより良くする、健康問題を改善する、貧困と不平等をなくす、未来の力になる。今だからこそ教育の重要性を改めて世界にアピールしましょう。 GPE は教育を変革し、何百万人もの人々の生活を良い方向に変えることができます。日本政府の皆さん、教育のために手を挙げてください。皆さん、GPE に手を挙げましょう。